皆さんこんにちはいつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます円建て金価格が1月末に最高値を更新しておりましたね今この時期は西欧ヨーロッパとかアメリカではまあ1年間のデータ昨年末までのデータが結構いろいろ出てきておりましてこれいいデータだなと思ったんですけどね70年以上前から どのくらい各国の中央銀行が金をトータルで純粋に売り買いあって、えー、買ってるか売ってるかっていうともうずっとこう売っっと売てる時間が長かったんですね。それが去年1年間は1,135トンも買い越しになり1967年以来ということでまあすごい勢いで今買ってるわけですね。 でそれが主に中国やロシアや新興国がその金を買ってるで逆にドルを減らしてたりしてるっていうのが、まあ、記事になっていました。ということはね今中央銀行がいっぱい金を買って現物で個人もものすごく買ってますので売ってるのは日本人ぐらいでしてね基本的には欧米アジアも買ってる方向なんですね。ということはね あと12年ぐらいで供給が枯渇しで需要がどんどんこう膨らんでいくとこれは価格は上がるんじゃないんですかっていうことになるわけですね。はい。で、えー、ドル建ての金は昨日の夜のアメリカ雇用統計によって一気にドル高になったのでちょっと50ドルぐらい反落してるんですがでも方向性はこういう方向へ向かっておりますので ちょっと今ね上がりすぎた分が修正しながらもうちょっと先に2089ドルの高値を最高値を奪還していくんじゃないかなと考えております。はい、で一方の円建ての方なんですがこの三角持ち合いを上にブレイクしてますのでまあこうブレながらですね今1ム消費税込み込みで9,000円ぐらいになってきてますから。 まあ今年はねで私はあ円安もあり6万円から10万円ぐらいに1ムの価格がなると考えておりますので、えー、ドル建てが8,000ドル為替が260円とかその先は400円とかい、まあ、ってるわけですので、まあ、ぜひそういうのに備える動きをしていただけるといいと思いますが。 えー、ETF はちょっとコストも上がりますのでぜひあの現物の金、金貨で保有をしていただけるとね、よろしいんじゃないでしょうかもうだいぶ各国では、えー、こういう ETF より現物の方が価格が上に乖離しているようなのでそれは現物が足りないってことを意味していますねぜひお手元にしっかりと金とか金貨を 保有するっていう動きを続けてみてくださいペーパーマネー100に対して実物資産金金貨は25%をぜひ目指していただけるといいと思います本編ではもっと詳しいお話をしておりますのでどうぞ一度覗いてみてくださいご視聴のほど引き続きよろしくお願いいたします